コロンビア号ライトベランカ WB-2 はジュセッペ・ベランカが設計した単発単容機である。ミスコロンビア号、後にメープルリーフ号の名前で多くの長距離飛行を行った。チャールズ・リンドバーグの大西洋横断飛行の蒸気として検討された機体でもある。1925年にアメリカの航空パイオニアの一人、クラレンス・チェンバレンはジュセッペ・ベランカと友人になり、 チェンバレンの推薦でベランカは当時ホワールインドエンジンのデモ用の機体の製作を計画していたライト航空会社の技術顧問として雇われた。ベランカは全木製の WB-1 を製作するが WB-1 は1926年に無給油での長時間飛行の世界記録に挑戦時に失われたので金属構造の WB-2 が 後継機として製作され、ホワールインド J-5 エンジンの試験に用いられた。長距離用上飛行を意識した設計上の特徴を持っており、主脚は不時着水するときに機体がひっくり返るのを防ぐために切り離すことが可能で、不時着水後は燃料タンクが浮力を稼ぎ、エンジンを重量軽減するために切り離して投機することができた。WB-2 は、 コロンビア号と命名されて1926年に CC チャンピオンの操縦でナショナルエアレースに参加し2度の最高効率賞を受賞した。ライト航空会社はホワールインドエンジンの開発を優先し顧客の航空機メーカーと競合することを避けるために機体の開発を中止することにした。ベランカは WB-2 の製作の権利を持ってライト航空会社を退職し 新しい出資者、チャールズ・レヴァインと共に、コロンビア飛行機を設立した。WB-2 の原型機は15,500ドルで、コロンビア飛行機が購入した。1924年に、フランスのモールス・スドルアンとランドリー・ジュールが樹立した、対空飛行時間記録を破ることができると考え、宣伝のために、ダグラス DWC で世界一周飛行を行った。 パイロット、レイ・ウェイドを雇ったが、ウェイドとレバインは対立し、バート・アコスタがパイロットとなった。1927年4月12日、チェンバレント・アコスタの登場した WB- には、カーティスの技術者が過過重で事故を起こすと危惧したのに、反して、1200フィートで離陸した。ニューヨークのルーズベルト飛行場上空を51時間11分25秒、滞空し、 飛行距離は4100マイルと推定された。この距離は計算上はニューヨークパリ間の大西洋横断に必要な飛行距離を500マイル上回った。最初の大西洋無着陸横断飛行にかけられたオルティーグ賞に挑戦する計画を進めていたチャールズ・リンドバーグにとって WB- マイナスには理想的な機体であった。リンドバーグは コロンビア飛行機で機体の購入の交渉を行ったが2回目の交渉にデバインが参加し登場する乗員をコロンビア飛行機が決めることを主張し交渉は決裂した。デバインはコロンビア号でオルティグ賞に挑戦することを計画しチェンバレントロイド・バートードを選んだが条件面で合意せずバートードを辞めさせ自らが登場することに決めた。コロンビア号の 挑戦が遅れる中、1927年5月21日、リンドバーグがパリまでの単独無着陸飛行に成功し、オルティーグ賞を獲得した。ヨーロッパの別の都市への無着陸横断飛行にも賞金がかけられていたので、6月4日、コロンビア号はベルリンへの無着陸飛行を行った。チェンバレンとレバインの登場したコロンビア号は、ベルリンの1 6 0トルほど手前の、 アイスレーベン飛行場までの 6285km を42時間45分で飛行した。この距離はリンドバーグの記録を 500km 以上上回り、飛行時間は9時間以上長かった。デバインは大西洋を無着陸横断した最初の乗客となった。コロンビア号がヨーロッパにいる間に金持ちで社交界で有名な女性メーベル・ボルが最初に 大西洋を無着陸横断した女性となることを願って、レァインと交渉するが、レァインは、フランス人パイロット、モールス・ドルーアンによる大西洋逆横断の計画を立てていた。またドルーアンと契約をめぐって、トラブルとなり、機体をイギリスに移すことになる。新しいパイロットのヒンチクリフは、ローマのムッソリーニの息子への誕生日プレゼントを贈る、飛行を行った。 メーベル・ボルはアメリカからヨーロッパへの無着陸横断飛行に同乗させることを求めてアメリカに渡ってきた。1927年12月30日、ベランカはコロンビア飛行機を辞めアビア・ベランカを作った。1928年3月5日、メーベル・ボルを乗せてウィルマー・シュルツ、オーレバウトリアの操縦でコロンビア号はキューバのハバナまでの洋上飛行を行った。 ボールは大西洋横断飛行の実現に向かって交渉するが、シュルツが拒否したためはボールは、バードのフォッカー機と交渉することになった。1930年6月29日、コロンビア号は、エロール・ボイド、ロジャー・キュー・ウィリアムズ、ハリー・ P ・コナーが登場して、ニューヨークからバーミューダ諸島までの17時間の往復飛行を行い、郵便を投下した。 1930年にメイペルリーフ号と改名されて、カナダ国内博覧会に展示された。1930年10月9日、ボイド、ウィリアムズ、コナーの操縦で、カナダからロンドンまでの36時間10分の無着陸横断飛行を行い、カナダ人による最初の大西洋横断飛行となった。その他、1933年に、 ニューヨークからハイチまでの無着陸飛行などを行った。1934年1月25日、格納庫の火事で失われた。ベランカ CH-400 がコロンビア号に改造塗装されてバージニア航空博物館に展示されている。スミソニアイ航空宇宙博物館のコレクションに焦損したコロンビア号の機体のアルミニウムから作られた灰皿が加えられている。出展。 エイバスター、ザ・リンドバーグ・オブ・カナダ、ザ・エロール・ボイド・ストーリー、ハット・ザ・リンドバーグ・オブ・カナダ、ザ・エロール・ボイド・ストーリー、ロス・スミス・ハット・ザ・ヤクラフト・ベランカ・コロンビア WB-2、ベランカ・アッチ・ベメンツ、ハット・ザ・スピリット・オブ・ストリート、ルイス・チャールズ・エ・リンドバーグ、リーブ・リンドバーグ。ありがとうございます。